妹云：“你好吗？”绍兴这时候也开始热了吧？我正在那须南之丘牧场写这封信。小时候，每当放学，总是羡慕同学们可以在这个牧场开心的玩。这里正是来自大陆气候风吹过的地方，每次来到这里就会想起跟你一起在绍兴度过的日子，马上就能在那须见到你，真的很期待。美云、你好吗？初めての手紙はちょっと緊張します。第一次给你写信，有点紧张。我从绍兴回来已经有一周了。你好吗？僕の中国語でちゃんと通じるかな？どう？ラブレター煮詰まってんの？難しいですね。うまく書けなくて、頭の中今くるくる回ってる状態なんですよ。でもまあ気持ちがあればさ、ぐるぐる回ってても、いつか伝わる時が来るって。美云，和你度过的那一天，现在想起来，喝了绍兴酒后做的一场梦。兴致，将来请带我去看看外面的世界吧。呼び切り、約束。
约好了哦，一定会再见面，在我的故乡 ，Nas。美云，你好吗？君は僕が住んでる町はどんなところって聞いたよね。君がこの町に来たら、僕が小校で感じたみたいな懐かしさを君もこの町に感じるんじゃないかな。いらっしゃいませ。こんにちは。ごゆっくり広いのでご覧ください。メイユン、この前の手紙で上海に大きなテレビ塔ができるってニュースを教えてくれたけど、僕のいるナスにはテレビ塔のような高い建物やビルはないんだ。でもナスにも絶景の高所スポットはあるよ。温泉駅のバス停からずっと山道を登っていくと見晴らしが最高の展望台があるんだ。ナスの町が遠くに小さく広がってて、いつの間にか随分遠くまで来ていたことに気づかされます。日常を遠く俯瞰する感じかな。ここに来ると空気の味が変わるんだよ。天気のいい日に君と一緒に登りたいな。1985年4月18日ナスにて、福原浩二。美云，你好吗？你差不多准备离开绍兴了吧？相隔一年，能再见到你，我真的非常非常期待。见面的地方就选在温泉神社如何呢？从小时候开始，每当有什么心愿，都会来到这个神社。我会一直在这里等你来。1985年8月12日，写与纳须，复原性质。但是真正能照顾你的只有我，留下来吧。我会在这里
一直一直等你来。我会在这里一直一直等你来。留在这里的只剩下回忆了，没什么可以带走的东西。君が那須に来たら連れて行きたい場所はいっぱいあるんだけど、絶対に外せないのは温泉だね。君に温泉は裸で入るし、混浴もあるって言ったらびっくりしてたよね。僕は小さい頃から体弱かったから、地元のお年寄りたちと一緒に毎日入って湯治したり、温泉はもう生活の一部なんだ。この温泉には体だけじゃなく心も癒す力があると思うんだ。中国語でこの癒しってなんて言うんだろうね。メイユン、いつか君がもし心が疲れてしまうようなことがあっても、きっと温泉は温かく君に寄り添って優しく癒してくれると思う。温泉、温泉，温泉，温泉，美云，你好吗？
幸志，你好吗？再次提笔给你写信，已经过了30年了。想想，不由得感叹时间的无情。我终于来到你的故乡，那须。我一直想来你信中所写的故乡看看。当我走遍了你信中那些美丽的地方，无论我身处何地，都感觉你就在我身边般的怀念。30年真的很长，回头看看，惊觉人事全非。30年という時間は長いですよね。こうして振り返ってみると、いつの間にか思いもよらないところまで流れてきた気がします。コウジさん、どうしていますか？あなたがこの町のどこかで今でも幸せに暮らしていることを願って、2015年8月29日、あなたのふるさとの那須にいて、李美云。Thank you.